皆さんどうも、T 島です。では今回もフライシェーン続き遊んでいきたいと思います。ということで、この今回そうですね、持ち力縛りももうこのダンジョンでもうラストのダンジョンかなになります。で、そうですね、持っていくものはマジックボトル4本と、ヒールドリンク1本、これで行こうかなと思います。で、もう行く場所はもうそうですね、もう前回も一生懸命敵の矢で、スイッチですかね、押して、なんとか扉が開かないかなと思ってずっとやってた、この要塞ですね。もうあそこで、そうですね、この知力縛りももうラストのダンジョンとなります。そうですね、今回で、クリアですかね、できれば、クリアしたいですけども、結構中長かったような気がするんですよね。で、中間地点も、確かあったので、最悪中間地点までは行きたいなと。で、結構ね、やっぱり敵の数も多いので、これだけね、マジックボトル持ってきてたら、なくなることはないとは思いますけど、その時の状況を見て、中間地点まで、今回やるか、もしくはクリアまで、やるか、ちょっと考えてみようかなと思います。さあ、行きますかね。もうあっという間でしたね、本当。結構でも、このマジカルだけで、ここまで、やってきましたけど、最初はちょっとね、もう不安しかなかったですけどね、本当にいけるのかなって。でも、なんとかやっぱり知力ですかね、自分自身レベルアップして、知力上げて、なんとかもうここまで来れましたね。自分の中ではね、やっぱり最低でももしかしたら100、20、30とかぐらいまで上げて、やっとラストボス、ラストのボスですかねが倒せるぐらいかなっていうふうに思ってたんですけど、そこまで、そうですね、今がというか、前回クリアした時80だったので、80でなんとか知力のみに振って、マジカルだけでも全然いけるという感じだったので、そうですね、でもここのもうやっぱりこの盾持ちはもう結構強いんですよ。多分これはもう100ぐらいまでレベル上げないと、ちょっと倒すの厳しいんじゃないかなっていうぐらい、盾持ちはちょっと強いですね。1回でね、倒しきれないですからね。ただちょっとあんまりここで、MP も使いすぎると、厳しくなりそうですけど、大丈夫でしょう。多分要塞の中の敵はもうほぼほぼ一発かなと思うんですよね。さて、弓矢を使っていきましょうかね。これはもう縛りでも、ここはもう弓ですかね、を使っていいというふうに一番最初に言ってたので、もうそれでないと多分いけれないですからね。前回も結構だいぶ挑戦しましたけど、難しかったですね。で、中間地点は確か、そうですね、まだ解放してないので、ここが中間地点になるんでね。さあさあ、まずはその中間地点目指していきましょうかね。で、ほぼほぼもう中の敵はもう一発ですね。いや、違うな、2発の敵もいるな。結構レベル上げてきたんで、ここはそこまで苦戦しないだろうと思ってたんですけど、そういう感じではないですね。まだ2発ぐらいの敵もいますね。おお、これはちょっとびっくりですね。ということは、この先、剣を持った敵ですかね、あれが出てくると、ちょっとそうですね、 MP がやばくなるかもしれないですね。で、あとはもう数が数なんでね、どこまで、一発で倒せるといってもね、どこまでいけるかですね。さてと、そうですね、エメラルドちゃんと回収していきましょうか。さて、こっちの中にも落ちているので、チェストもある。さてと、もう心当たりは多分敵いないと思うので、いや、でももう入っ
ってきて、まあ、入ってくる前にまあ多少まあ敵を倒したりとかしてたんで、もともとちょっと MP がまあマックスではなかったにしても結構ここに入ってきて使いましたね。あーやっぱりこの剣士はどれも2発ですね。でまたその剣士の出る割合が高い。まあ、もちろんこの弓を使うやつも出てきはするんですけども、剣士も同じぐらいの数出てきますね。それで1、2発とは。で今の時点でまだ入ってそんなに経ってないですけども、 MP がもう51しか残ってないですね。まあね、できるだけやっぱり出てくる敵はね、倒していきたいので。さてここはそうですね、これぐらいかな。どっかにいるな。まあまあ反対側のそうですね、エメラルドも回収してどんどん進んでいきましょうかね。でまあ、弓縛りの時はこの高台ですかね、ここが結構役に立ったんですよね。こっから向こうに大量に出てくる敵ですかね、もう狙い撃ちできたのでよかったんですけど、ああ宝箱は出てこない。まあ多分今回のこのマジカルですかね。そうですね、ちょっと射程が少しかな、足りないですね。うわー出てきた。ここはもうそうですね、弓兵ともう剣士と遠距離と近距離で攻撃してくるんでね。でまた数が多い。あれ、あ MP なしか。ちょっとこっちで回復させましょうかね。こっちに入ってればまあまあ大丈夫だと思うので。おっとこれは結構厳しいかもしれないですね。とりあえずまあ量の多いものはまあ4つですかね、まあ、持ってきはしましたけど、まあ途中でなくなる可能性ありですね。無敵時間もちょっと考えながらいかないといけないんで。危ない危ない。でまだまだ出てくるんでね、どんどん敵が。さてエメラルドも回収しつつ、わあ結構やっぱ数出てくるな多分。そうですね、前の時ですかね、レベル上げする前だったら多分ここクリアするの相当厳しかったと思いますね。今の状態でもまだ2発ぐらいで倒せる敵がいるということは、下手したら3発とかですかね、まあ、ぐらい当てないと多分倒せれない敵が出てきてたんじゃないかなと。まあ、前の時は確かそれぐらいだったと思うんですけどね。それかまあ2発でももうギリギリ2発で倒せれるっていう風な感じですかね。まあただね、やっぱりレベル上げして、まあ、MP 自体が今上がってるので、まあ、それだけ分、まあ、魔法ですかね、まあ、マジカルが使えるようになってますけど、まあ、60の時に比べたらまあ多いですけど、まあその60の時だったら多分厳しいんじゃないかなと思うんですよね。さてこっちはそうですね、いないので、こっちもいないですね。 OKOK で中間地点がここら辺りだったような。あったこれですね。これでこれ閉めてしまうと中間ポイントがまた戻ってしまうので来れなくなるので、これはもうオンにしたままの状態ですね。さてそうですね、もうそのままちょっと行きますかね。まあどこまで行けるかわからないですけど、まあとりあえずはクリア目指して行きましょうかね。さてどっちだったかな、こっちかな。あれ違う、なんか違いますね。あれどこだったかな。
あ、こっちだ。さあ、こっから先もまた敵が出てきますからね。さてと、どんどん進みましょうかね。ちょっと中のエメラルドを先に回収して、まあこの先ですよね。まあでもまあマジカルのまあ射程距離ですかねが長いので、まあ行けはするとは思いますけど、まあ向こうもないですよ、あの遠距離攻撃で来るんでね。まあできるだけ敵の攻撃に当たる前に倒したい。さて行けるかな、この先なんですよね。さてちょっと MP がやばくなってきましたよ。これはそうですね、とりあえず Q で回復させておきましょうかね。まあ、HP の方はね多分、うん、そうですね大丈夫そうではあるので、さて行きますかね。この弓でいられるとちょっと落ちるんでね。でまたこの先にもあの弓を使うやつが出てくるんですよね。さて届くのかな、ここは。いけるかな、あーいけるいける。あー落とされた。結構やっぱりノックバックが激しいんでね、ここの弓は。でも多分今のでも倒して出ると思うので、まあまあ大丈夫でしょう、このままいって。オッケーオッケー。で多分もうクリアも、もう多分もうじきだと思います。ああいけましたね。ここで終了ですね。で宝箱取って、でここのスイッチをオンにするとこういう風に光ると。さてこれでクリアですね。オッケー。あ、要塞の宝箱、あこっちは地獄か。よしこれで、そうですね、もう知力縛りすべてもう今回で終わりですね。ただね、まあ、前回の縛りからの、まあ、持ち越し検証があるので、まあ、それに向けた準備ですかね、まあ、それを、まあ、まあちょっとやっていこうかなと。でまああの知力縛り自体も今回で終わりなので、もうあのその縛り関係ですかねの、うん、まあものはもう今回でもう全て終了ですね。でまああの次回からはまあその検証ですかね、で向けてまあまあ少しちょっとまあ準備しないといけないので、レベルもちょっとあの150まで上げて、であと魔法ですかスキル、まあヘルバーストをまあ前回ですかね手に入れたんですけど、まあもう一つあの光のスキルを手に入れないといけないんですよね。なのでまあその光のスキルもまあ手に入れて、確か創造の宝箱ですかね、最後のところのあのチェストでまあ確か手に入ってたと思うので、まあそれをまあ探しつつ、でまああとはもうそうですね、光の鎧でのあの検証ですかね、まあどれくらいまあ装備してダメージを与えれるのかっていうのもあのちょっとやっていこうかなと思うので、まあそのまあ準備ですかね、まあそれもまたあのちょっと採掘ですかねしたりとか、まあ、しないといけないので、まあピッケルはねもうあのたくさんあるので、まあ S とかですかねを使ってまあいけばまあいけるとはまあ思いますけど、ちょっとこの弓も片付けて、最後そうですねこのチェストを鑑定して、まあとりあえずまああのそのスキル縛り、あの知力縛りですかねの終了ということで、まあ一区切りでまあちょっと動画を終わらせていただこうかなと思います。でそうですね、まあ、次回いろいろと、まあ、あの結構あの準備することがあるので、まあまあもしかしたら、まあ、
まあ、その準備をしながら、まあまあちょっとまあ雑談っぽいような感じですかね。まあ、今回まあこの地獄縛りとか、まあ、やってみてまあ感想といいますか、うん、まああのどういうやり始めとかですかね、まあ、どういう思いだったのかっていうのをね、まあ、ちょっとまあそういうのことをまあ喋りながら、まあ、採掘ですかねしたりとかしましょうかね。さてマジックシグナルフリーズボルト、ん、フリーズあボルトか。そうですね、ま、準備自体もまあ結構、うん、そうですね、時間かかりそうなんでね、まあ、できるところはね、あの録画外で、まあ、やろうかなと。それなので、まあまあ、縛りですかねはもうこれで終了なので、多分あのその早送りでまあ残したりとかっていうのは、まあ、ないと思います。まあ、あの今までね、その縛りの中でまあ残してた理由としては、あの、まあまあ、自分の中でするつもりはないですが、まあ、あの不正とかですかね、まあ、不正っていうかね、あのレベル上げの時だけまあこういうふうなあの鎌とかですかね、剣とか使ってまあレベル上げしたいとかっていうふうなことは、まあまあ、あの自分自身あのするつもりはなかったんですけど、一応そういうのはしてないですよっていうつもりでちょっとね、あの残してたんですけど、まあもう今回でね、その縛り自体ももう終了なので、そうですね、ちょっとピッキルが必要なので、ちょっと S ランクとかですかね、 SSS もまああったと思うんですけど、ちょっとこのエンチャントがついてるものですかね、まあ、これをちょっと手に、あそうですね、まあ次回、まあ、ちょっとピッケルですかね、掘りに行くことでそういえば思い出しましたね、あの勇者のピッケルですかね、あれをちょっと取りに行きましょうか今回。それでそうですね、終わりにしましょうかね。まあもちろんね、あの、まあ、今回であの採掘しに行くというわけではないですけど、まあ一応そうですね、手に入れるというだけですかね、まあ、それだけ手に入れて、まあ地獄縛りの終了とさせていただこうかなと思います。いやーでもね、まああのこの地獄縛りですかね、このまあマジカルだけっていうのは、本当も最初のうちはすごい不安しかなかったんですよね。まあまあそういうこともまあちょっとまあ次回ですかね、まあ採掘ですかね、ちょっとしながらまあ話そうかなと思うんですけどね。まあでもまあそうですね、まあやってみて、うん、まあ威力はね、まあ他のスキルに比べたらそれはまあ一番、まあ威力はないかもしれないですけど、まあ自分自身さえ強くすれば、まあ自分がレベルアップして、まあ知力を上げれば、まあクリアできないっていうことはないということがね、まあ、確認できたので、まあ、自分の中ではまあいい旅になったかなと、まあ、楽しい冒険にはなりましたね。まあね、やっぱりいろいろ縛りとかですかね、今までまあ知力縛り、まあ、今回やって、まあ、スキル縛りとかですかね、弓縛りとかやりましたけど、まあ、その縛りよりもまたあの、まあ、違った意味でのまあ楽しみ方とかですかねっていうのを経験することができましたね。で、伝説の英雄と英雄が持った剣、この地に眠ってないし埋蔵金も埋まってないと言いながらここにあるんですよね。でもここまで遊んでくれるなんて嬉しいぞ、ここに置いてあるガラクタ持ってけ。これね、ガラクタじゃないんですよ、耐久力2のピッケル SSS ランクが。いやーもうこれはもう記念に取っておきたいぐらいですね、もう額縁があったら額縁に飾っておきたいぐらいですよ。まあ、今回そうですね、まあ、他のまあ S ランクとかも SSS ですかね、まあ、他のまあピッケルがあるので、まあ、これはそうですね、まあ、勇者のまあ遺品といいますか、まあ、ちょっと取っておきますかね、使わずに。まあ一応そうですね、今持ってるものでまあ S とか SSS、まあ、9本とかですかね、まあ、あの一応エンチャントですかね、ついてるものはあのさっき集めてたんですけど、まあ、それ以外のやつでも、まあ、エンチャントついてないやつでもまあ全然あるんでね、まあそれなので、まあそれをまあ使ったりとかしてたらね、多分この、うん、ピッケルですかねはまあまあ使わなくても、まあ記念に取っておいてもまあ大丈夫かなと思うんでね、まあできればまあ使わずに取っておこうかなと。でまあ今回そうですね、あの冒険してみて、
まあ、初めてこの焼き鮭をここまで活用しましたね。今まではもうずっとパンばっかりだったんでね。であとあの魔法の杖ベータですかね。まあこっちの魔法の杖もまあアルファで、まあ、今までずっとやってたんですけど、まあ、今回、まあ、知力縛りで、まあ、マジカルですかね、まあ、使う魔法も、まあ、一つだったので、うん、ちょっとベータですかね。結局まあ途中でまあアルファね交換したいとかっていうふうに、まあ、最初言ってたんですけど、まあ、結局もうずっと最後までもうベータのままでしたね。まあそれはそれでまあ、まあ、愛着が湧くというか、まあ、使っててねやっぱりあのいつもこっちばっかり使ってたんでね、もうこれ魔法の杖ベータですかね、もうそれがもう普通になってる状態でしたね。さてそうですね、まあ、こっちのまあ SSS とかですかね、まあ、結構まあ耐久力2とか1とかですかね、まあいろいろついてますけど、まあ次回ですかねこれを使って、でまあこのエメラルドとかですかね、エメラルドブロックだってたかエメラルドだったか忘れましたが、まあ、とりあえず50個ほど守っていって、まあ、切削じゃないや、あの採掘するのにあの薬があるのでね、早く採掘を早くする、まあ、それをまあエメラルドブロック、まあ、もしくはエメラルドでまあ買って、まあ、それを使って、まあ、次回ですかね、まあ、ちょっとまあ雑談みたいなことをまあ喋りながら、うん、まあ、あのやっていこうかなと思います。ということで、そうですね、もう今回で中国縛りの方は終了です。なので、まあ、次回からはもう縛りなしでもう通常のまあフライシェーンですかねを、まあ、やっていこうかなと、まあ、やっていくというか、まあ、あのその持ち越し検証ですかね、まあ、それの準備を、まあ、しながら、まあ、ちょっとまあ雑談とかですかね、まあ、していきながら、まあ、準備をまあちょいちょい進めていこうかなと、まあ、もちろんあの録画でまあできる準備とかですかね、まあ、レベル上げであったりとか、まあ、そういうようなことをまあできるところはまあちょいちょいやっていこうかなと思います。ということで今回で知力縛りは終了です。ということで今回はこの辺りで動画を落とさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。